いる。来る。はい、来た。早かったね。ああ、心地いい。気持ちいいくらいだ。第2弾、爆速エイリアン。アドオンがランナーモードの間乗り越え速度 30% 上昇、トンネルから出た後 5% の迅速3秒間 L で、人体の超越で板サバイバーが乗り越えたら乗り越え速度 40% こっちも増加、殴ったら 5% の迅速効果10秒間で、必要な狩りで壁やパレットを破壊すると 5% の迅速ステータス10秒間で、野蛮な力でまあ板とか壁とかパレットを壊すと、これで行きます。ただ皆さん見ての通り遅延パークがありません。相手の発電機も爆速となっております。どっちの爆速が勝利するのか、これ見ものです。なかなか楽しそうな。生まれました、どうもアダムトちゃんです。さあ爆速で行くぞ。誰よりも早く、まるで瞬足を履いてるのかと思わせるくらい。いる、出ろ早く。さあ 5% の迅速いくぞ。早いね、いいね、このちょっとの速さがいいのよ。この少しの速さでだいぶ変わる。そして窓枠を越えた、窓枠を越えたら、ここ窓枠の越えの私も速くなると。そんなに速かったようには感じなかったが、だがいい、いいよ。人体の超越、アダムとは超越していた。さあここで相手が板を倒したら、そのパレットを使ってそれでもさらに迅速効果を得る。10秒間の迅速効果。そんなことは必要なかったようだ。さあこれでさらに迅速が入る。入ってない、あれ板ダメなのか。これはどっちが速いかの勝負だからな。相手の発電機も素早く治るはずだが、まだ治ってはいない。今がチャンスよ。いるね、そこ。直してる場合じゃないでしょう。ねえ君たち、直してる場合じゃないんじゃないの。まあ一応遅延もやっておいて、壊して、あち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 、何個持ってんだ。さああの戻ってこようとした女の子を狙うのはありじゃないか。その上直してるね。これ当たっちゃうのよ。これ当たっちゃうのはね、チャン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 と。発電機を蹴るのは無視。さあ飛び越え、人体の超越。ここ早いよ。左。貴様。いいじゃないの。燃えるね。さあ全員負傷中。私はそこに戻ったやつをやりに行くっていうのはどうでしょうか。まさか戻ってるとは思わなかったんじゃないの、ジョーちゃん。でここ直そうとしてるんで、遅延を入れて、いいね、いいね。さあ奥行ってみよう。ここいない、戻ってる、いる、オッケー。はいどうも、アダニチは。ん、血がある、他にいるね。私は血をしっかりと見るタイプだからね、そう簡単には逃げられない。さあ発電機も治ってきた。グッバイ、かわいこちゃん。一応発電機は蹴っておきましょう。発電機潰すのは早い、遅延がちょいと遅いんだね。ここは治ってた。ん、さあ行こう、そこ、オッケー、行こう。まだいると思う。いるね、負傷してるね。もういいかな、やらしい。
早いぞアダムとちゃん。さあ近くにいたやつやりたいところだけど、いや来るにする。はい、行こう。まあどっちでもいいんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9。何？いいパーク持ってるじゃないの。だけど戻ってきてください。いいぞいいぞ、これ相手が発電機直すのよりこっちの方が早いんじゃないの。楽しくなってきたね。また近くにいたの。支援持ってないのバレたか。さあ分かってる。こいつやったところで人体の超越が発動する。発動してないんじゃないか。やめてんのかお前。フォローありがとうございます。さあどちらが早いか。あらそこにいたようだけど、まあ、こいつ殴ってあとあいつもやるっていうのはいいんじゃないのかな。オーケー、まずこいつを釣って終わりにしよう。ミスったね、この子のところに来たのは。グッバイジョージョー。さあ2体目が終わって発電機もあと2つ。いいペース、非常にいいペース。こっから発電機直すのだいぶ厳しくなってくるはず。トンネルを移動して 5% の迅速効果。はいはい、今のはなかなか早かったけど近くにいたのかなこの子。そして治ったけどこれは注射器持ってたかな。の超越が発動してこの子をやると。よーし、じゃああの子探しに行こうかな。多分走るはず。走ったらこっちのもあるところを走ってはない。いる、来る。ああ生きた。早かったね。ああ心地いい、気持ちいいくらいだ。さすが沖縄人、気持ちよく追われた。マンダム、やめなさい、悪い子だね。はい行きましょう。爆速エイリアン最高じゃないこれ。超強かったな。フォローありがとうございます。あらスカートの中身が見えそうですよお嬢ちゃん。見えるんじゃないかい。ほら頑張って、ほら頑張って、見えちゃうよほら。あら見えた。見えちゃった。見えちゃったよあなた。みんなに見せてどうしようと思ってんのお前は。いやらしい女だ。素晴らしい試合、みんなもやってみてくれ。爆速エイリア、発電機が治るのよりも全滅させるスピードが上回ればこっちの勝ち。素晴らしい。